第4位天体望遠鏡を覗いてたらフェアリー出現しちゃった <laughs> ファンタジー枠これねタイトルなかなかちょっとね考えたんですよ天体望遠鏡を覗いてたらフェアリー出現しちゃったいいでしょ <laughs>、うん、こちらは UFO サイティングスデイリーからですねピックアップした話題でございますこれね綺麗なんだ本当に綺麗なんだ見てくださいこれあまあこれ光ってるみたいな感じなんだけども、えー、デビッド・ジェーンデビッド・シェーン 詩というアマチュアの専門家がとあるサイトにアップした画像でございます。で望遠鏡で夜空を見ていたらこれ星だと思ったんですって最初。でかい星だななんて思ってたんだけどもよく見るとぼーっとした光を放つ月ぐらいの大きさの物体であることが分かった。でしかもこれ翼を広げた天使あるいはフェアリーのような姿に見える瞬間がある。あっ今かなみたいな。 あこれか,これ,かこれね時々止めていただくとその瞬間を、えー、と目押ししていただきますとあのそこで出ると思いますんで「あ今の今の感じ」あ「スタッフさん先あっ先ちょっと待っあんな感じ」「それこれ」みたいな感じでやっていただくと別の楽しみ方もできると思うんですけどでこれ TikTok にあのアップされてるんだそうですもうそもそも映像っていうのが。で見つけたのがねえっ、ー、とね台湾在住のアメリカ人リサージャーおなじみのスコット・ワリングさん。 スコットさん、お世話になってます。ありがとうございます。本当インタビュー、ね、答えてくださいね。はい、つなぎますんで。で、フェアリーであれ、天使であれ、月ぐらいの大きさっていうのはなかなかですよ。で、この聖なる存在が地球の方を向いて、こっち向いてる。翼を大きく広げて光っている。見守っている。っていうふうに思いましょうよ。そういうのがね。足りないんですよ。今の世の中。そういうことなんですよ。で、これで、ね、何がね、まあ、画像、映像の面白さっていうのは、僕、あの、非常に、まあ。 ぐっときたんですけどもスコットさんの引き出しっていいうののは本当多いですこの人月面とか火星表面の異常構造いろいろありますよね人面巨石とかちょっとまあイグアナとか人魚とか火星はねっていうのがあったんだけども太陽の表面を横切る UFO とか割と大きめのネタ月の地下基地から飛び立つ UFO とかいうのをはじめとしてで今回の聖なる存在とか不思議なものは何でもゲットして発表するアグレッシブな姿勢の ハンター、不不思思議、不思議カリウドみたいな人です、ね、でこの写真にこの写ってる不思議なものはこう最初はちょっと控えめなんだけどもこの時間の経過とと,ともに最初は「ポワポワ、ポワポワっていうふうになってるんだけども時間が経過ともにこんなんだってどんどんこうふう風に「ひらひら」みたいな「ほら見ろ」みたいなそういうような感じであのな写ってるように見えるんです僕には。 うん、でこの写真はね何なんだろうと思って神様とかそういうものを信じなくてもなんかこれ神様ってことは信じられなくてもフェアリー妖精とか天使とかって割と信じられませんなんかちょっとこう近い気がしません、うん、でね天使大天使の中にはね昔ねあの人間だって人間だった人が天使になったっていう人もいたからねということでで。 天使か面白いなと思って、この写真をフックにして調べてみると、フェアリーとか、天使とかが写っている写真ばっかり集めたサイトを見つけました。こちらも概要欄にリンクを貼ってありますので、楽しんでください。これとっても不思議なんですよね、本当に。で、6位で紹介したベンチの光る人、これもね、そっくりな写真があるんですよ、実は。だからあの写真って、ひょっとしたら、え、聖なる存在みたいな。うん。な、得の高い存在みたいなことも考えたりした。で、 これあの現象としてはやっぱあるんでしょうねおそらくこれ見てるみると光源がないようなでここだけピックアップしている画像なんで光源絶対ないとは言えないんだけどもハレーションっていうのは割と安定した光り方なんで光自体が動くってことはないっていうようなことも、えー、コメントに出ておりますスピ系の人たちスピリチュアル系の人たちには UFO 的な現象とか え、いう法的な現象とですね、と、天使とかフェアリーを結びつけて考える人っていうの結構いるんですよね。あの、メッセージもらったみたいな感じ。で、世界の神話には宇宙人っていう風にとしか思えないって言った方がいいのかとしか思えない存在を神格化したものがたくさんあって、これ、あの、あれですよね。古代の宇宙飛行施設の感じ、その枠組みの中であるっていうことですね。これ台本読んでる、この5字多いね。<laughs> うん、まあすいません <laughs>、うん、はいこれどうやったらこうやって間違えんだろう <laughs> ひょっとしたら「<laughs> 天使やフェアリー」と「エイリアン」は同じジャンルで語られるべきものかもしれません <laughs> ということですねこれねこれねこれ変換すると気をつけな駄目だよさつわかんないよこれじゃ読めないもん自分で <laughs> なんてこともありながらはい、えー、コメントはえー、っとあ タミーラッキーさんこんばんは、うん、メンバーシップ後編のお知ら届いて今からお話ししますありがとうございます、えー、見てください、えー、以上ですね10位から4位までのランキングだったんですけれどもいかがだったでしょうかまあ自分我ながら今月も割とまとまってるかな <laughs> ただ気をつけなきゃいけないのは5時出す出だぞということで10位から4位までのランキングでした、えー、後半はメンバーシップまたは無限時クラブにてお送りいたします 後半開始まで10分のブレイクをいただきます。もう一回言っておきます。チャンネル登録といいね、高評価をお願いいたします。それでは、えー、後半開始まで10分のブレイクをいただきます。またよろしくお願いします。